はい、どうもタダ飯です。というわけでですね、今日はですね、まあリアタイをしていくわけなんですけども、今画面に映っている通り、この菅野さんの、まあ、配球解説というか、僕なりの配球術を、まあこの動画内で言っていこうかなと思ってます。この菅野さんがですね、同値なんですけど、まあ、このセレクションのね、セレクションを手に入れた菅野さんを今僕使ってるんですよ。なので、まあ言ってしまえば、まあこれ菅野さん、今最強な菅野さんを今僕は持ってるわけですね。その菅野さんで配球していこうかなと思います。まあこの通り変化球もそうですし、まあ得のも強いんで打たれないんじゃないかなっていう気はあるんですけど、案外打たれるんですよ、配球間違えるとね。これはね、あの普通の菅野さんでも適用できると思うんで、やってみてくださいね。さあ、それじゃあ本日も張り切っていきましょう。やべえな、 QO が来た。 QO が QO の、しかもランキング今14位の人とか来たんですけど、まあこれはね、ちょっとあの相手の方の配球も見つつやっていきましょうか。 QO の方なんで、もしかしたらなんかためになるというか、そういうこともあるかもしれないんでね。菅野さんはね、やっぱりね、ワンシームとストレートだけっていう人もいるんですけど、僕はですね、結構このスライダーとカットボール、やっぱりこの投げ分けですよね。この投げ分けで結構強くなると、僕は思いますね、なおさら。もちろんワンシームもいいんですけど、ただね、ワンシームってね、案外打たれるんですよ。このスピードがね、結構ストレートと変わるんで、それで打たれるっていうのもありますね。で、今のこの、アウトコース、もしくは右バッターだったらインコースのギリギリのカットボール、これ結構使えると思うんです。これは結構使えますね。で、このギリギリのストレートで、これ詰まるんですよ。まあ、大体そんな感じですね、今は。で、この相手の方は、これが多分シリーズ1かな、の則本選手ですね。写真変えてますけど。則本選手はね、やっぱりこのフォークとスプリットの内訳、これがね一番大事だと思います。もちろん他の球種もあるんですけど、なんていうんですかね、他の球種もまあもちろん晴れたらいいんですけど、晴れなかったらね、やっぱりこのフォークとスプリットでカウントを取られるっていうのが一番きついので、まあ、ストレート狙いつつフォークとスプリットを見分けるっていう感じが一番いいと思います。この方結構アウトコース投げてきますね。今の悪くなかったんですけど、ちょっと詰まりましたね。で、そうですね、このスラーブがちょっとくせ者なんですけど、正直スラーブは捨てていいと思います。まあ、それもちろん反応で打てるってことはあるんですけど、狙って打つ球じゃないですね。これもちょっとですね、まあ悪くなかったんですけど、さっきのはアウトコース流すのは悪くなかったんですけど、ちょっと打球が上がらなかったんですね。でね、まあ、このギリギリのところにワンシームを投げると。ワンシームはね、ストライクあんまり入れない方がいいと思います。で、このギリギリの縦スラ、これがね、打ちにくいんですよ。縦スラね、入っちゃうともちろんチャンスボールになるんですけど、入らなかったら全然いいボール行くんで、いいボール行ってサードボールになる。これがな、多いですね、大体。で、ここにカットボール。これでね、多分相手の方は結構インコースに目がいってると思います。ちょっと今のは外れましたけど。で、ここでアウトコースのストレート。はい。詰まりますよね。これね、結構有効なんですよ。このアウトコースのストレート。このアウトコースに速いボールが来ると、やっぱ焦るんですよね。インコース来てたとこに。で、ワンシームはね、まちまち入れてもいいと思います。今のはちょっと中村さんに、ノリさんにちょっと助けられましたね。さあ、というわけで打っていきましょうか。まあ、そうですね。あと、フォークの打ち方としては、どっちかっていうと最終的に落ちきるところの下に入れる感じですかね。入れたら弾道が上がって、いい打球が行くと思います。これはちょっと詰まりましたね。まあ、多分今の引っ張ってたらホーム内出ると思います。うん、よしよしよし。
この人ちょっとアウトコースが多めですけど、まあそんなにケースはほどもないですね。僕も基本的にはインコース狙いなんで、で多分これ多分あの次フォーク来るんですけど、おお、スプリットか。ああ、いやでもやっぱうまいっすね、9号は。配球がうまい。いやーマジか、今のは無理だな。まあ今のはしょうがないっす。でね、まあやっぱ打つコツとしては、まあ見ることですかね、やっぱり。ああ、ちょっと今のもね、しょうがないかな。すいません、ちょっとまあ見る云々の話はまた次いきます。さあちょっとこれね、まあちょっと正直言うと菅野さん変えたいんですけど、これちょっと企画なんで変えないようにしますね。でこのワンシーンを、いやー今のはちょっとうまかったですね。ちょっと今の入っちゃったんで甘かったかもしれないです。でね、このタイピン出た時の菅野さんが強いんですよね。いやー、あーちょっとまあ甘かったですけど、いいとこ行ったんで今のレフトフライでしたね。もうちょい高かったら多分今の行かれてましたね、ホームラン。いやちょっと今の運が良かった。やっぱ菅野さんでやっぱ本領を発揮するのは右バッターだと思うんで、ちょっと左バッターは難しいですねこれ。でカットボールをこの隅に入れるか、ちょっとねインコースと真ん中寄りに入れたらね、結構迷って詰まってくれます。詰まったりフライ上げたりしてくれるんで、そこは使っても有効かなと思いますね。 OKOKOK、 これラッキー。いやーちょっとこうクロマティも来るか、クロちゃんも来るのきついな。でまあ、これ左バッターのアウトコースへのカットボールも結構有効ですね。でこれスライダー、あーボールか。今のはちょっと入れてもよかったかもしれないですね。相手狙ってないかと思うんで、惜しいね。ちょっとここはねフォアボールでもいいです。フォアボールでもいいんで、とりあえず甘くならないこと。やっぱねスリーボールになって甘く入れちゃうといかれます。なんでもフォアボールでいいです、もうスリーボールになったら。特にノーストライク、スリーボールとかなったらもうやばいですね、それは。いやー、あー、無理か。まあ、今のはしょうがないかな。もう詰まってたんで、まあ、配球としては悪くなかったと思うんで、まあ、今のはしょうがないっすね。ナイスボール、ナイスボール。さあ、ここどうすかな。で、この微妙なところのスライダーも、まあ、打ちにくいんですけど、ちょっと、あー、高い。ちょっと今の危なかったですね。今の、まあ、スタンドに勝ち込まれても仕方なかった感じはありますけど、まあラッキーラッキー。じゃあ打っていきましょうか。でさっき言いかけたんですけど、あのやっぱね、そのやっぱね野球って2ストライクになるまで、まあ、別に打たなくていいんですよ正直ね。狙った球来なかったら2ストライクまでずっと見逃しててもいいと思います。わざわざその1ストライクとか、まあ、ノーストライクでわざわざもう無理に打ちにくい必要はないと思いますね。よっしゃー、はい、OK。 今のは良かった。今のはいい感じに乗せられましたね。まあ今のはね、やっぱフォークがうまく入るとあんだけうまくいくんで、則本選手使ってる方は気をつけておいてくださいね。まあランナーいませんから、でですね、まあ、やっぱ則本選手はそうですね、あとチェンジオブペースかがあるんですけど、まあ、あれもそんなにね、まあ、気にするほどではないかなって感じですね。とこれはラッキーで、まあ、なんか新シリーズ確かあのカットボールが追加されたんでしたっけ、則本選手。あれもまあそんなに気にするほどでもないかなって感じですね。まあ、もちろん打ちにくくはなると思うんですけど、まあでもやっぱりちょっと打ちにくくはなるんで気にした方がいいのかな。あ、でも僕はそんな気にする必要はないかなっていうのは思ってますね。さあ、こう山岡選手来ましたね。どうすかな。山岡選手はですね、もう縦スラ狙いです僕基本的に。よいしょ、はい、OK、ラッキーラッキー。縦スラと、まあ、やっぱ D カーブが強いんで、あとまあストレートありますけど、まあ狙える方は狙っていいかなって感じですね。さあ宮西選手、ちょっと宮西選手はね回転が見えるかどうかでちょっと結構変わってきますよね。今日俺どうだろう。ああ、かん、全然見え。ちょっとこれね、見えないと
めちゃくちゃきついです。今全然見てないです僕。めっちゃずれてますね。ハズル。やーぶね。いやーちょっときついぞ。これはきつい。でまあ乗りままあ宮西選手はまあタイピンがついてますけど、まあそうですね。あとはまあ進化とかありますけど、そんな気にしてまあ狙ってもいいと思うんですけど、まあ配球で織り交ぜてくる時大体わかるんで、その時は狙っていいと思います。さあこれちっちゃいの動くか、そろそろちっちゃい来てほしいな。いやーでかい。まあ見えるようになったけどちょっときついな。うわっと危ね。さあどうかな、アウトコースに行くから。おいしょ。いや引っ張り警戒か。まあとりあえず今日はこんな感じで終わりましょうか。まあとりあえず勝ったんで、ご視聴ありがとうございました。